この動画はテレダインレクロイの提供でお送りします。電車とか電気自動車が走行しているときにモーターから音が聞こえてくると思います。今日はその理由について話したいと思います。ここにモーターを何種類か用意しました。こちらは電気自動車から取り外したモーターです。こちらは汎用のモーターになります。こちらの汎用モーターについては出力は比較的小さいです。見てみると 750W と書いてあります。ただ仕組み的には電車のモーターと一緒です。まあどういった音がするか実際に聞いてもらった方が早いと思うのでどうぞ。これは京浜急行に使われている電車から出てくる音です。多分電車の走行音の中では一番有名なものではないかと思います。ドレミファインバーターとか呼ばれていますね。これはまた別の電車の走行音です。先ほどの京浜急行の電車と比べると少しだけ聞きづらいと思います。それでも電車のモーターから音は聞こえてきます。先ほどの京浜急行の電車から出てくるドレミファインバーターの音が非常に分かりやすいと思います。そういった電車の音がどこから鳴っているかについてですが、ほとんどの場合はモーターから鳴っています。これからそれを実演してみます。重いなこれ。このモーターを回すのにもいろいろなものが必要です。これはインバーターです。このモーターを回すために必要な部品になります。このインバーターの付属品がこういうふうにいくつかあって、そしてこれが電源です。準備できたので実際にモーターを回します。この部分に印をつけたのでよく見ておいてください。左側のスマートフォンに表示されているのは音の周波数成分です。いくつか目立った周波数成分があります。それぞれ 1500Hz、3000Hz、4500Hz です。他のモーターでも同じことを試しています。これは電気自動車のモーターです。三菱のアイミーブから取り外したものです。このモーターには今中に回転子の部分が入っていません。これが回転子の部分です。この回る部分を回転子と言うんですけど、この部分を抜いた状態で先ほどと同じことをやってみたいと思います。重いんだなこれが。なぜモーターから音が鳴るか、それは磁歪という現象が発生しているからです。磁気歪みとも言います。磁歪とは強磁性体に外部から磁界を加えた時にその磁性体の形状が歪む現象のことです。モーターの中身をもうちょっと詳しく見てみましょう。まずモーターのこの部分のことを固定子と言います。固定子は強磁性体の材料と、あとはここに巻いてあるコイルでできています。この鉄心材料の部分にコイルが巻いてあります。コイルに電流を流すことによって磁界を作ります。電流によってできた磁界がこの鉄心材料を磁化します。その時に磁歪という現象が起きて、この鉄心の形状を変化させます。で、磁歪についてもう少し詳しく説明します。これは強磁性体をものすごく拡大した時の拡大図だとします。軸というのはこの枠線で囲んでいる部分のことです。軸の中にはたくさんの磁気双極子があります。こちらの赤と青の部分が磁気双極子です。で、磁気双極子というのは分かりやすく言うと、ものすごい小さな磁石みたいなものです。で、そのものすごく小さな磁石である磁気双極子がたくさん集まって軸を形成しています。
一つの軸の中にある軸双極子はみんな方向が揃っています。ただこれは一つの軸の中だけの話です。例えば隣の軸に行ってみると双極子の方向がちょっと違ってますね。その隣に行ってみても双極子の方向は違います。なのでこの共磁性体を外部から見た時には何も磁石としての振る舞いはしない状態です。例えばここに電磁石があります。この電磁石に今何も電流は流していない状態です。なのでこの鉄にはくっつきません。これは今外部から何も磁界がかかっていない状態です。ここに外部から磁界を加えてみます。例えば下方向に外部から磁界をかけたとしましょう。そうすると磁界の方向と磁気双極子の方向が揃い始めるんですね。それと同時に軸も動きます。そうするとこの磁性体の形が変わります。これが磁矮です。形が歪んで伸びたような形になっています。今磁界を下方向に加えていますがこれを上の方向に変えてみましょう。そうするとどうなるかというとこの伸びた状態がまた元の大きさに戻ってでまた伸び始めるという状態になります。例えばこの外部から加える磁界の方向を1秒間に1000回変えたとしましょう。そうするとこの磁性体の形が1秒間に1000回伸び縮みするわけです。そうなるとその振動が空気を伝わって、音として聞こえてくるわけです。実際に磁矮という現象を顕微鏡を使って見ることもできます。外部から磁界を加えるとこのように軸が動いていることを確認できます。このモーターからどういった音が鳴るかはモーターに加わる電圧波形を見ればわかります。つまりインバーターから出力される電圧波形を見ればモーターからどういった音がするかがわかります。電圧波形をこのオシロスコープを使って測定してみます。波形を測定する前に今日のスポンサーであるテレダインレクロイの紹介です。いつも使っている8ビットのオシロスコープと違ってこちらは12ビットのオシロスコープです。基本的にビット数の高いオシロスコープの方が波形の測定には有利です。その理由は波形を拡大すればわかります。8ビットオシロスコープで波形を拡大してみます。こんな感じでわかりますか？拡大してしまうと波形がギザギザしていて元の制限波とはかなり異なる波形になってしまいます。12ビットのオシロスコープの波形を拡大すると先ほどのギザギザがなくなって滑らかな制限波になっています。つまり波形の細かい部分までしっかりと見たいならビット数の高いオシロスコープを使いましょう。電圧波形をこのオシロスコープを使って測定してみます。早速モーターの電圧を見てみます。この黄色の波形はモーターに加わる電圧です。で、赤色の波形はモーターに流れる電流です。電圧波形の時間を拡大してみます。黄色の電圧波形を見てください。0V と 60V の間を行ったり来たりしています。このようにモーターに加わる電圧が変動しています。電圧が変動するということはコイルに流れる電流が変わります。電流が変わるので時速も変化します。時速が変化することによってモーターの鉄心に磁矮が生じます。磁矮による振動が空気を伝わってそして最終的に音として聞こえるわけです。この電圧の周波数成分を見るとさらに面白いことがわかります。上の波形は電圧波形、下の波形は電圧波形の周波数成分です。見てもらうとわかるんですが周波数成分が 1.5kHz と 3kHz のところで立っています。周波数のレンジを変えてみるとこんな感じですね。 1.5kHz、3kHz、4.5kHz、6kHz というふうにどんどん続いていくわけですね。実は電圧の周波数成分は先ほどスマートフォンで測定した音の周波数成分とほぼ一致します。つまりモーターから出てくる音の周波数を変えようとするとモーターに加わる電圧の周波数を変える必要があります。制御基板をプログラミングし直して少し高めの周波数でやってみます。
こういう風にキャリア周波数を変えるだけでモーターからは全く違う音を出せるようになります。動画の最初の方で聞いてもらった京浜急行のドレミファインバーターがあったと思います。あれはモーターから音を出すためにわざとキャリア周波数を変えていたわけです。ちなみに電気自動車のモーターから聞こえてくる音は電車のそれと比べて少し小さいと思います。まあ、これはまずモーターが小さいからそこまで音が出ないっていうのがあります。それと別の理由として人間の耳では聞こえないレベルのキャリア周波数まで高くしているという理由があります。例えば周波数成分が 15kHz から 20kHz 以上になればその音はほぼ聞こえないことになります。ということで今日は電車と電気自動車のモーターから音が聞こえる理由について話しました。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございます。